吉田さんあのビジネスとか投資とかお金に関することまあその他のこともそうなんですけども多分ねリズムなんじゃないかなと思うんですよリズムまあ習慣という言い方もありますけどもまあ今私はねエフクスをする習慣がついていて一日にね多、まあ、いと昨日なんて7本ぐらいその相場解説をその時間ごとにお送りしてるんですよ7本っていうと2時間に1本ぐらいのペースなんですよね2時間に1本で14時間カバーするんですよでそのぐらい FX の動画を専門チャンネルにアップロードしていてでしかもその他に別の動画もやってるとで暮らしもその合間を縫ってやってる、まあ、家事もやってるし買い物にも行ったし美味しいご飯も食べたし大和くん君とも遊んだし早めに風呂入って寝たしみたいなねリズムなんですよね<う>で今私はビジネスのリズムっていうともう数年前からそんなにね激しくないわけですよ そそれこそアフィリエイトを始めた頃10年前っていうのは24時間毎日誰かと会うみたいなことがリズムになっていてその合間を縫ってマージャン店のをケアしたりとかまあ近をしたりとかねいろいろやってましたけども今はだいぶそのリズムが変わってきてそのの投資が生活の中心になりますよねでもそうなると投資で稼げるようにはなってるんですよ。 で投資で稼ぎるようになるからそれを中心に据えてるってこともありますしそうなると投資がお金を生むから集客を新たにしてでなんかビジネスをそこで商品に出してってことはないんで多分私のねビジネスセンスはそのセールスのセンスですかそれは落ちてるとは思いますよねで落ちてるのと引き換えにトレードオフ投資のセンスは上がってるんで結局あんまり暮らしが変わってないってことになりますけどもまあでもねあの私がすごく 助かっってててるるななとと思うのは発信続けてるってことなんです、ね、どうしても発信を続けていて視聴者さんとの関係性は常にあるんでやっぱりそこでねたまに商品をポロッと出しても、まあ、売れるわけですよ、うん、それこそ力入れて「おりゃ!」って言ってねいつぞやみたいになんか商品がね400人に売れたみたいなことはないですけどもね、まあ、今だから去年の今頃、まあ、ちょっと多め大型のセールスして。 fx オリガルヒってていうのをやってねでそれからあの半年ぐらいはその余力でポロポロ売れていたところがあって大体30人ぐらいの方に売れたかなっていうのはありますけども、うん、でもまた1周年になりますんでまた別の形でねその FX オリガルヒってものがセールスできるようにもなってくると思うんですよ。まあ、例えばそののに参加した方の中であの fx 全然 やったことがない71歳の方。今は72歳になっちゃいましたけどもね。最初の半年で100万増やしてるわけですよ。うん。それはすごく出来すぎだなと思いますけども、まあ一つの結果ですよね。まあ、それから、FX オリガルヒの前から FX の私のコンサルに、あの、申し込んでくださってる方。初年度は100万円で申し込んだんですよ。それはね、申し込みがあったんですよ。コンサルしてくれって。私その時 FX のコンテンツも何も出してなかったんで、 まあいいでですよって感じで自分を試してみでもやってみたらまあ利益はその1年間全く出なかったんですよねでもものすごく勉強になったね二2年目もお願いしますみたいな感じでねその方はね申し込んでくださって2年目は200万でやってくれたんですよ、まあ、そうすると既にもう2年目からね利益が徐々に出始めて200万と100万で300万私の方に支払ってくれたんですけどもそのね倍ぐらい800万ぐらいの利益は出たらしいですねそれからあ昨年になりますけどもね昨年はね ついに2000万前後の,あの売り利益が出てその時のそのコンサル費用も同じように200万払ってくれたんですよ先払いねで今年はもうそろそろ独立したいんであの久保さんのコンサル最後にしたいんですけども感謝を込めて300万払わせてくださいって感じで今年はね300万払ってくれてるんですよでそういった経験をもとに私は FX オリガルヒってものを自信を持ってね出すことになったんであの結局ね 自分の評価っていうのはしかもたった一人の人が私のコンサルに申し込んでくれてそのコンサルをしっかりとやることによって私も「あ FX の指導できるようになったな」と「指導を受ける人が稼げるようになったな」っていうのを見てよしじゃあ FX オリガルヒってものを出してみようと思ったらその時に私は維持していた視聴者さんがいたんで今までずっと FX の放送はしていたけども商品出したことがなかったところに「待ってました」みたいな感じでものすごいね最初から。 8名限定のところ申し込みが20名最初からあったわけですよね。だからまあ。商品売りまくってない分だけ、潜在的に買う力ってのが溜まってる分はあるかなと思いますよね。まあ、ただ私がこれからね。コピーライティングのじゃあ商品出します。か？っつったらそれはまあちょっとすぐには出さないかなってところもありますし、またね。アフィリエイトの商品出しますか？って言ったら、それはまあ時代遅れってところもある。しって感じで、これからどんな商品を作るにしても出すにしてもね。 どういう風にしていくかは考えないといけないところありましたね。でも、やっぱり毎日毎日、そういう風うに商品を作るんだ。商品を考えるんだっていうリズムができていれば、まあ、毎月でもポンポン出てきてね。で、月末になったらセールスのためのあのリズムになってくると思いますし、そういう風うな形になるんじゃないかなと思いますよね。まあ、今、私の方はね。やっぱこう fx を中心に回ってましてで、最近だとね。暗号通貨、またね。ブームが来たというか値段が上がり始めたんで。 そのいいタイミングでで私もね暗号通貨今はそこでなんで買っときますよみたいな感じで放送したらその買っったやつが上が上てるんですよもうなんか運がいいですよねそうなるとねうん暗号通貨はしばらく冬の時代だと思う冬の時代っていうのは少しずつ落ちてるってことなんですよで少しずつ落ちて冬の時代なんだけども上がりかけるような時っていうのは何の予兆もないんですよ ただたまたま私が買ってみた。もうね、なんか知らないけど、元気がないから暗号通貨情報も何もないけども、まあ、みんなが見放した時だから買ってみたって言ったら、なんかそれから上がってきたみたいなところがあってね。うん、だからいいタイミングで買えたなって。この暗号通貨を底値で買えたことに何の根拠もないんですけどもね。何の根拠もないけども、なんかブームが去ったから買ってみたってやつですから。まあでも、結果、逆張りになったかなってとことですよ。 でこれからどのタイミングで売ろうかなって今考えてるところなんですけどもそういうふうにして俯瞰してみると YouTube ではねこれから暗号通貨これが上がりますよみたいなそんなニュースがどんどん出てきてでああんかみんなで今みんなで買って後追いで買ってね私が数ヶ月前に仕込んだやつの値段を上げてくれるだなと思うんでもういつ売ってもいいやみたいな状態ですよねだから吉谷さんの,の R34 じゃないですけどもあの当時も高かったと思いますけども買った後で。 市場が勝手に価値を押し上げてくれたみたいなあんな感じじゃないですか、うん、だからまたねしばらくあの暗号通貨のおかげで、うん、いい思いできそうだなと思いますよねタイミングがいいですよねなんかねもう別にテクニカルを使ったわけでも何でもなくって暗号通貨なんてテクニカルもファンダメンタルも何にも使えないですからね単なる勘で買ってて勘で売るしかないんでそれが暗号通貨に対して私がもう出した結論です暗号通貨に 全全くくの理論や裏付けは全くないですそれこそすごい重要な情報をね持ってれば別ですけどもそういう情報っていうのはすでにあの送り人の間でしか共有されてませんからね、うん、それこそ貯金が1,000万もない人のところにはもう絶対降りてこない情報ですから、うん、で1,000万もないってことはお金のセンスもないんで、うん、勘が働くってことも基本的にはないでしょうしねでそういう方のところには有益な情報が YouTube を通じてでも届かないというふうな仕組みなのかなと思いますよね まあです、ね、私もね、どっからか情報を取って買った売ったじゃなくて、暗号通貨に関してました。まあ、ただひらめいてる時なんですよね。私からの情報源みたいな感じですよね。どこの情報も見てないみたいな。うん、だからなんかね、暗号通貨に関しましては、私はね、ちょっとこう、コミュニティを作る気には、やっぱならないですね。もう。うん、だから、コミュニティ暗号通貨で作ってる人って、大抵その、アフィリエイトなんですよね。まあ、どうなってるんですかね。はい、まあ、私の場合は NFT が、 この1年もだいぶ育ってきたんで今年は大きくブレイクするかなというところですね NFT に注目をということで今回以上です。